どうも。どうも。なんか雨がめっちゃ降ってて、雷が鳴ってます。そうだから、でもさっき Wi-Fi で雷鳴って今ちょっと止まったから、テザリングに変えた。なんかいい感じだね。やっぱ電波の方が強いのか。雷鳴ってる。でも結構遠目で雷鳴ってるからまだ大丈夫っぽい。こちらは雨すごいですよ。こちら雨強いです。確かに雨すごいです。今日は公園でした。横浜、明日じゃない、関東は。鍵穴がなんか愉快でした。私でした今日。なんか私鍵穴生誕祭の時ぐらいしかしないんですよ。でも今日なんかじゃんけんしてエンジンの時にじゃんけんして、で勝った人が鍵穴ねってなって、そして私が一人勝ちして一人勝ちした。すごいよね。そうなん。そう、一人勝ちして、じゃあ高尾ちゃんよろしくってなって、え、一人ですかって言って、一人だよって、一人だった。そうそうそう、じゃんけんが最近やってますね。でも確かに私、生誕祭の時ぐらいしかしないからね。あと福岡の公演の時ぐらい。というか私いつもじゃんけんめちゃくちゃ弱いのに急に強くなった。やっぱミラクル持ってんのかな。あ、ナイトクルージング、確かになんかナイトクルージング、なんかさ、私さ
携帯のさ、待ち受け画面をさ、天気にしてるんですよ。そしたらさ、今日さ、雷鳴っててさ、めっちゃ怖い。稲妻がさ、この携帯開けたらさ、雷が落ちるんよ。めっちゃ怖い。うん、私待ち受け画面あれですよ。天気結構いいよ。夜とかなんか星が光ってるし、昼は太陽がある。絶対大好き。何が？雨の日はそう、雨になる。見てください。また遠いから大丈夫。なんか鳴ってるぞ。ガールズコレクション。私笑ってますね。使わんようにしようか。ふぅー、雷も鳴ってるしね。クルージングは明日お知らせしよう。なんか船を貸し切ってなんかするらしい。ナイトクルージング。なんかするらしい。何するんだろう。
怖い。ていうか頭痛っ。ていうか頭痛いよ。これは低気圧ですね。低気圧だな。大変なことをするのかも。大変なことしちゃう。今日はハーフツインです。意外と久しぶり。いつぶりかな。ユキ、今日コンディションいいですね。今日はうまくいきました。アップになった。アップになっただけで喜んでる。アップになっただけで喜んでくれるんだ。まあ全身ね。全身もね。全身も好きですよね。配信では見せないんですけど、アップと全身好きだよね。引きもよりも好きなんですね。引きもよりも好き。あ、全部好き。50メートル先から見ても可愛い。すごくない？50メートル先から見ても可愛いって。顔の判別できる。どの角度もね。ありがとう。50メートル走だよね。
スタートラインからゴールまでのあの距離。最近よく寝てるからコンディションいいのかな。可愛いのは顔じゃなくて、にじみ出るかわかるよ。にじみ出るんだ、可愛さって。そう。オーラ？ああ。オーラ出ちゃってるか、オーラが出ちゃってるか。内側から、あらゆるあらゆる所作、なんだろう。あ、全然街では気づかれませんよ。所作か。どんなことしとったら可愛いんかな。ちょっと髪をなびかせて歩いてたら可愛いかな。イヤリング可愛い。え、イヤリングしてないです。読めるよ。読める感じと読めん感じの差が激しいよ私。ああ、道端のタンポポに話しかける。ああ、スキップとかする方法。そんな人おるっけ。話しかけたら可愛いの。あ、てへってする。てへ。こけちゃった。てへ。うん。ミューラッチありがとう。ミューラッチさん、なんか可愛い。これアイス、クマヤンがアイスかぶってるんだけど、可愛い。ありがとう。今の可愛かった？かわいいやん、そうやん。でへって実際に言う人、へへならんじゃない。てへじゃなくて、えへみたいな。え、実際どう？てへって言ってる子どう？どうどう？目の前で言われたらどうどう？三浦地さんは？かわいいやんサーヤンタワー？嫌いじゃない。あ、サーヤンならオッケー。あ、サーヤンならオッケー。あ、そういう感じなの。あ、そっか。やってるなって思いながら
ってんなーって思うけど、可愛いんですか？あー、人による。あれすごいね。あー、そうなのか。ドキドキする。ドキドキするの？ドキドキ。へえー、あー、言ってんなーと思いながらもにやけるん。なんでも可愛い、本当に。お話し会で、あ、ファンの方がへってへって言ってたら可愛いよ。可愛いじゃん。へへって。クマヤン、クマヤンアイス。やばい。あ、隣のレンカてへ。あ、それは許さん。それは許さんよ。そのてへは許さんね。ちょっと真顔になるかもしんない。その時はお辞儀の方がまだいい。隣の蓮からの手部屋も確信、確信犯だから。違う違う、そういう時に使うもんじゃないよ。確信犯だから。ペコ、ペコの方がまだいいよ。ペコ。あ、でも私結構目の前で、あの他のメンバーに、あのちょっと出れてたら、ちょっとん？ん？なんか、なんか出れてない？なんか照れてない？なんか好きになってない？って思いますね。三浦っちさん、ありがとう。あざーす。アイスクマヤ。そうだよ。いつ使う？いつかな。いつでしょうか。ちょっと、ちょっとつまずいたとき。ちょっとつまずいたとき、いいんじゃない。何の話って感じかも。みんながてへって、で、部屋を使うときのつまずいて隣のレーンへ。なわけあるか。剣あるでしょ。
やるか。手の使い方講座。でもパーテーション、でもパーテーションで当たってさ、手意外と使い道がないかもね。そうそう、恥ずかしくて、恥ずかしい時、何かを間違えて恥ずかしい時に使う。そっか、私がどんな行動をしてもみんなは可愛いと思ってくれるんだ。すごい心が広いですね。切られてももうそれは嘘や。マジか。みんな心が広いですね。私と同じように。なんか嬉しいよ。切られてご褒美、え、切られてご褒美の人はどういうこと？切られることがご褒美なの？そんなことあるの？確かに。あんまり、痛くしないけど、でも100人目とかの人は結構もうおかしくなって痛くするかもしれない。うん、だんだんおかしくなるんだよね。あとを残してほしい。もうさ、もうすごいね、めっちゃ痛いよ。めっちゃ痛い。ていうかあれよね、多分なんかエンジン前にするさ、背中を叩くやつとかも、あれ結構強い人さ、めっちゃ赤くなる、なってる気がするんだよね、背中が。私は一回ほんとめちゃくちゃ強いパワーで、あのめっちゃパシーンってされて、なんか結構さ、背中ってさ、戦えたらさ気持ちが入る、なんだろう、やる気が出るみたいな言うやん。でも私逆になんか、そう、背中に響きすぎてなんか集中できなくて一回そのステージ出る前に今してもらったものの、なんか背中の痛みがすごい残って、なんかずっとジンジンしてて、
感じで付き合ったからそうそう、気になって気になって全然集中できんなって付き合ったから、それから一回もしてもらってないそうなん、誰だったかな、めっちゃ強かったよまさかの逆効果、逆効果すぎる。基本と時々すごいすごい音が鳴ってる時があるんですよ。普通こうなんかドンとかなんですけど、パシーンみたいな時あってえ今の何の音背中叩く風潮あれよ、あの気合が入るみたいな、背中を叩いてもらってこう元気が出るみたいなそうだよ、だからね、強い人は本当になんか、うん、振動体が全体がなんか振動みたいな、うん、ライブどころじゃない。そうそうそう、でもそう、緊張はを忘れるかも、緊張は緊張しなくなるかもしれない、呼吸しにくく呼吸しにくくなる、緊張しちゃうときはいいかもね でもそうだね、立ち位置とか覚えたこと全部飛んでいきそう次なんだっけ、うん、私はもうしてもらってないですね。するときはあるけど誰だったんだろうな、ステージでこけたことあるっけ？あるかもしんない、どうやろう、ステージで靴が壊れたことはある、うん、滑りやすいステージがありますね。叩いてって言えることもあるよ。靴飛ばしたことはない、いいじゃん。どうだろうね、リリーベこの前の愛媛は結構滑りやすかったんですけど、叩いて。ああ、雨は滑りそうですね。ん？見てない。
ですね。いろんな人がいるんだな。新発見。うん、怒られたい人いますよね。怒られたい人とか、あと暴言吐かれたい人暴言吐かれたい人もいる。難しい。何々って言ってくださいって。そう、言ったことない言葉とか。そうだ、どうなんでしょうか。なんて言ったっけな。なんて言ったっけ。なんだっけ。でも言ったよ。うん。なんだったかな。でもそう、そんなそんなひどいことじゃないですよ。そんなにひどい言葉じゃない。でもね、時々だって名台詞とかでも、なんだろう、お兄ちゃんって呼ばれたい方とかもいますよね。お兄ちゃんコレクションお兄ちゃんコレクションいますよね。え？そうなんだ。夢なんですね。私、うん、お兄やんはお兄ちゃんって呼んでる。お姉ちゃんになってもらいたい。おお、確かに時々お姉ちゃんって呼ばれる。いろんな家族になってる。やんねえ。
いとこはいないですね。いとこになってほしいはいないですね。それもおかしいけど。お姉ちゃんっぽさと妹っぽさがあるのかな、私。うん、いとこいとこ枠。まあ確かに真ん中っ子だからね、いろんな役回り。甘えたいか甘えられたいかで変わりそう。そう、私どっちにもなれるんですよね。どっちも OK。 どっちも OK。 でも私本当は甘えたい派ですけど、本当はね。本当は甘えたい派なんですよ。甘えたい 100% なんだけど、でも、うん、甘え、ど頼られたらなんか何でもしたくなる。ですよね。だけんそう思ったらどっちもかも。そう、やんねー。やんねが出る。ですよね。うん。どっちも。どっちの心もあるね。泣いてる子がいたらもうほっとけないみたいな感じ。解けません。私猫ちゃんとかワンちゃんとか飼ったらめちゃくちゃ可愛がる。けど本当は甘えたい。
尽くすタイプなんだろうな。そうだね。だからファンの方のこともそう可愛がって可愛がるってちょっとおかしいけど、そう、そういう感じですよ。でも、でも結構ね、あのね、なんて言うんだろう、ファンの方は私の中でこの壁がなんだろう、壁がないって感じ。壁がないですね。あ、ラップは、そう、ラップはあるけどラップはあるけど壁はないですね。だけど壁だけで言えば家族と親友ちゃんとファンの方って感じ。素を見せてる、見せられる人、見せてるって感じ。本音も言えるし、気使うけどちゃんと本音は言うみたいな。何でもいいよ。何でも嫌なこともうんいいよみたいなとかじゃない。ちゃんと嫌なことは、いやちょっとキムじゃないかなみたいな言ったりできるもんね。とか、喧嘩ね、喧嘩かあんましないですね。喧嘩私、喧嘩したら結構あの人間関係の終わりかもしれないんですよ。そう、私にとって喧嘩はもう、そうだね、週末を意味するかもしれない ですね。怖いね、怖いね。
喧嘩した人とまたなんかまた話すことないかも。仲直りとかあんまりないかも。喧嘩しないもんね、まず。喧嘩ね。どうでしょうかね。でもこう本音を言い合えるっていうのはいいと思いますけどね。自分から何かをしたことがない。感じですね。サイヤめっちゃ可愛かった。ありがとう。最後に食べようと思っていても食べられたら怒る。いや別に怒らない。なんで食べたのって聞く。理由知りたい。お腹空いてたから。おお、じゃあいいよ。じゃあいいでしょう。本音で言ってくれたら怒んない。嘘だったら怒るけど。だって私そう、嘘が結構苦手なんですよ。嘘とドタキャン嘘とドタキャン結構苦手ですね。
あ、裏切りもちょっと。ドタキャンされたこといっぱいありますね。嘘もわかる。あ、嘘だなーってわかるから。それ以外は特に何もそんなに思わないかな。優しい嘘はね、いいけどね。優しい嘘はね、ああ、ドタキャンも理由があったら全然いいですね。でもなんか、あ、ちょっと急に気分がみたいな、そういうなんかその気分じゃなくなりましたみたいな、言ったら「え？」寝てた、寝てたも全然いい。本当に寝てて で、今から準備するとかなら全然いいけど、寝てた、やっぱ今日はなしでみたいなとかあったら、え？別にその怒んないけど、次からはもう誘わんどこうって。なりますね。人間関係とはそういうものですよね。信頼関係は大事や。私結構信頼関係大事かも、人間と関わる上で。なんか信頼できる、こう好きになるって信頼関係じゃない？なんか好きになる、信じれるっていうのも好きになるっていう一種の理由だと思う。この子なら私の味方になってくれるみたいな。で、そういう時になんかこうちょっとなんか信頼が崩れると、なんかちょっと変わってくるみたいな。待つことは全然苦手ではないですね。全然待てるよ。どうだろうね。なんか私結局その何回裏切られても、なんだろう、頼られたら全然何でもしちゃうからな 結局私って
その繰り返しかな。結局そうなっちゃうね。そうなんですよ。自己犠牲、自己犠牲の結局こう困っている人を、うん、そうですよ。でも嫌な思いになった時は、嫌な思いをさせた人認定はある。認定はある。うん、認定はしてるよ。解除されるかな。でも結構、うん、確かに。ポイント制かもしれないですね。ありがとう。どうされたら嬉しい。私結構どうだろう、シンプルだと思いますよ私。そう、私そうだよ。自分を好きな人が好きだから。好き、自分を好きな人が一番好きなんだよ。シンプル。でもなんかこう、うん、あんな方はだからシンプルに私のことを好きだから私も好きだなってなる。都合がいいとかないじゃん。都合のいいとかの関係とかじゃないから。ですね。心理。なんか私って都合いいなって思っちゃった時は悲しいけど、人間関係で。
でもそれを分かりながらも優しくするっていう。悲しいよね。でも人間関係ってやっぱそういうのもある。あんな方はそういうのないから、でもあんな方はだから勝手に私がこの信頼関係を持ってるかもしんない。好きになるということは信頼関係なので、愛の重さ。うん、単押しじゃなくてもそうですね。信頼してますよ。そう、ずっとこう好きでいてくれるっていう、なんだろうねって思っちゃうんだよ。愛の重さトークしてますね。そういうことなんだろうなって最近ね思ったんですよね。期待してる。期待してるからこそ、こう期待してるってことは好きってことで、やっぱりそういう期待してるからこそちょっと違う、自分が思い描いたことと違うこうことになったら、なんか違う。勝手にこう自分の中で思ってる。でも期待しなかったら傷つかずに済むんですよね。そうなんや。期待してなかったとこから思わぬことが起きたら、えみたいなっていう時もある。そうそうそう。いや、そうなんですよ。だからもう人間だなって思って、そういうのも
だからそれも認めるしかないなって、そういう感情も。そうなの。と思いましたね。そうなんですよね。難しい難しい。勝手に描いてた。でもそう、その中で一つ導き出したのが、好きだから信頼しているんだっていうことなんですよね。からのこう信頼できるから好きなんだっていうのあります。そうってね、そうなんかね思ってました。お風呂入りながら考えてました。結局ね、結構お風呂入ってる時はいろいろ考えますね。あのね、格言も思いつくし。そう。そうだよ。お風呂で、そう。考えつく。人間ってこうだなーとか。これが人間かーって。でも結局さーって、ほぼほぼまあいいかーでかん、なんか解決できる人間の悩み。まあいいかって言ったら、もうな、まあ良くなる。なんでこうなったんだろう。まあいいかって思ったよ。本当に本当に良くなった。そうだよ。なんかあんまり考えすぎたらね、そう、良くないらしいから。
と自分の考えすぎっていう時もありますからね。そうそうそう。お母やんもよく言ってるしねえ、でも私も心配性だよ。でもね、心配性ってすごいいいことらしいよ。心配性の人はすごいいいんだって。てか負の感情こそないとダメだからあるらしいよ、人間には。負の感情いらないなって私思ったけど、なんか負の感情こそないとやっぱりいろいろバランスが、うん、いいことなんよ。そうなんよね。私はめっちゃ心配性だよ。うん、それも最近ね、そう調べてて調べててから見ました。負の感情は必要だから存在しているんですみたいな。だからあ、よかったんだって。でもプラス思考の方が幸せにはなれるよね。幸せだよ。私幸せですよ。今が一番幸せだから。本当に人生変わってます。幸せでいようね。幸せでいよう。ね、プロポーズしてないです。プロポーズしてないです。そう思っちゃいましたか。そう思っちゃいました。いやー、されたいですね。私はされたい派なんで、したくないです。フフフフ。
くないです。家でもそうですね、幸せにはなりたいですよね、共に。限りある時間長生きしてね。私も長生きするから、多分。やっぱりその推しのこう、推しに対するこうときめき、ときめきは結構長生きの秘訣になると思います。やっぱときめきは人生の中でめちゃくちゃ大事らしいです。そうそうそう、ときめきが脳内に、うん、めちゃくちゃいい成分があるらしい。これも何かに書いてあった。そうだよ、だけど本当にちょっとめちゃくちゃコンディションいいかもしれない。今日コンディションいいかもしれないな。今日メイクめちゃくちゃね、うまくいったん。もう全体的に。ちょっと痩せた？痩せたのもある。痩せたのもあるかな。スクショ。いい。今日いいかもしれない。
乗ってんねーって言われたらちょっとやめようかな。されたらやめようかな。クマありがとう。あ、なおさんめっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛いと。天の尺モード。それとはな。すいません。難しいんですよ、私の扱い方が。難しいでしょ。でもシンプルだよ。だから難しいようで簡単かもしれない。そう。難しい。そうだよ。毎日可愛いなって言っとけばもう大丈夫だから。なおさん。ありがとう。めっちゃ可愛い。ありがとう。でも本当になんか人って可愛いって言われたらどんどん可愛くなるんだって。とっても可愛いよ。え、らしいらしい本当に。そうそうそう。だよ。だからみんな好きなメンバーには可愛いって言ってから、どんどん可愛くしよう。でもあんまり言われすぎたらちょっと照れるかもしれない。え、みんな可愛いと思うメンバーが違うんですね。みんな人によって違うんですね。でも分かるよ、可愛いって
そうだよ、人によって違うから。可愛いは本当に可愛いって思ってるんだよ。だからでも人によって違うんだよ。美人はもう何、あ、美人だねってなるじゃん。でも可愛いは本当に人によってめちゃめちゃ違うんだよ。そう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 、いや、そうなんですよ。あれ、何じゃ買った？よし、眠った。なおさん、みゆらっちさん、まいせんたん、みつるんさん、けんたろうちゃん、まつさん、なりさん、まっぴーさん、あぶてつさん、ぜーちゃん、神戸のひっきーさん、おのぴーさん、しゅうさん、ぽてっちさん、まなべーさん、ゆうすけさん、とっとりたろうさん、こっぺさん、かたむつりさん、すいやんさん、ふじぽんさん、おうさむさん、あるだんさん、ふたてさま、きちねさん、きむこさん、いなっちさん、なるかりさん、ときわさん、あおちゃん、としささん、まささん、たいささん、さとしさん、ありがとう。イエーイ、イエーイ。今日はいろんなことを話しましたね。イエーイ。はい、納豆の日。あれ、雷なくなった？雷なくなった？いい。どうでしょうか。そう、雷鳴ってた。アップになるだけで喜ぶ。
これだけで喜ぶ。マジか。助かってる、助かってるわ。ドキドキ。ドキドキ。こんなにも。みんなシンプルだな。みんなシンプルだな。私もシンプルだけど、みんなもシンプルだな。何？なるほど。かわいいですね。一回アップで目を閉じてください。どういうこと？一回アプリで目を閉じてください。どういうこと？何をするつもり？12秒ぐらい。おや？これはまさか。12秒待って。嫌ですね、それは。それは嫌です。キス顔 NG ですね、私。キス顔 NG なんだよな。あかんべ、あかんべもうちょっとあんましたことないですね。私舌出しもちょっと苦手なんですよね。可愛く舌出しできないんだよね。なんであんな世のアイドルは可愛く舌出しできるのか。ウインクも苦手なんですね。そう、テーペロできない。ウインクかわいい、かわいい。できたらかわいいんだよね、ウインク。できんかったらなんか、え？ってなる。できたらいいんだけどさ。かわいいの？え？両目ウインク？両目ウインクって何？両目ウインク？できない。こっちの方がいいかな、私。めっちゃ遅い。ウインクめっちゃ遅い人。両目ウインクで口笛吹いて。
ダメですよ、夜中に、夜中に口紅拭いたらダメですよ。わら過去わら。じゃあねー。Bye-bye.